皆さんこんにちは、東北イタコです。今回はランボルギーニベネーノをご紹介します。ではでは、ごゆっくりお楽しみくださいませ。それではスペックを見ていきましょう。総排気量は 6498cc、 最高出力は 8500rpm にて 750ps、最大トルクは 6000rpm にて 73.5kgfm、 駆動形式は 4WD、 全長 5019mm、 全幅 2075mm、 全高 1171mm、 車両重量 1450kg となっています。ベネーノは2013年のジュネーブ賞でお披露目されたスペシャルモデル、ランボルギーニ創業50周年を記念した限定生産のロードカーで、発売されたのはたった3台であり、アメンタドールをベースに開発されたベネーノの特徴は、強烈なインパクトを与えるエクステリアデザインと徹底的に見つめられたエアロダイナミクス、 V 字型にするとき尖った極端に低いノーズやカナードなどを含むフロントセクションは、それ全体がフォーミュラカーのウィングにも似た働きを持つ。リアエンドに高くそびえる可変式リアエンドや巨大なリアディフューザー、ルーツからウィングにで続くシャークフィンなどと合わせて強力なダウンフォースを生み出し、コーナリングスピードを大きく高めている。フルタイム 4WD にプッシュロッド式サスペンションの写真もあり、 6.5L V12 エンジンに7速2ペダル MP のパワートレーンという基本構成はアメンタドールと変わらないが、エンジンのパワーは 750PS まで引き上げられている。またカーボンモノコックをはじめとした軽量素材を多用する車作りがさらに推し進められた結果、車重はアメンタドールより 125kg 軽い 1450kg に収められた。時速0、100km 加速 2.8秒、最高時速 355km と、もちろんパフォーマンスに不足はない。